はい、皆さんこんばんは。最近チャッキーばっかりやっていたものであんまり触っていなかったんですけど、トリックスターの 4.6 続化のアップデート後、さらに思い出のナイフというアドオンに調整が入りまして、ぶっちゃけ使用感とかどんな感じなのっていうところを今回の動画ではお話していきます。まずトリックスターにどんな調整が入ったかというところをおさらいしておくと、こんな感じになります。そして思い出のナイフというアドオンに最近調整が入りまして、ナイフを投げる速度が 5% 上昇という効果だったのが 10% 上昇に強化されました。つまり思い出のナイフがあれば1秒あたり 3.3 本のナイフを投げられるので、多少パワーを取り戻すことができます。で、この思い出のナイフの調整が入った後にですね、思い出のナイフと構え中の移動速度が上がるアンコモンアドオンの檻の心のシューズというアドオンを使って公開対戦で11試合やってみた結果がこちらになります。こちらの表の中で黄色くハイライトされている試合が通電した試合になります。つまり11試合中5試合は通電して、うち4試合は全滅できなかったというわけですね。参考までに僕のチャッキーの直近60試合での通電回数は3回です。もちろんトリックスターは僕のメインキラーではないですし、僕のエイム力が優れているわけではないということは分かってますが、それにしてもこの通電率ってなかなか厳しいものがありますよね。僕は全キラー幅広く触るタイプの人間なので、どのキラーで大体何割ぐらい通電されるっていう感覚は肌感でなんとなく理解してるんですが、この通電率っていうのはウルレアを使ってないトラッパーと同じぐらいのレベルです。繰り返しますが、トリックスターメインではないとはいえ、自分で言うのもおこがましいですが、このゲームを1万時間以上触っている人間でこの戦績なので、多くの方はリワークされたトリックスターで苦しんでるんじゃないかなと思います。ではトリックスターはなぜこうなってしまったのか、その理由を詳しく見ていきましょう。1つ目はナイフの使いどころに関するお話です。トリックスターって最初にパッチ 4.6.0 で実装された当初は、裂傷、つまり1ダメージに必要なナイフの本数が8本だったんですけど、それだとあんまりにも弱いということで、パッチ 5.1.0 で6本に下げられて、代わりにナイフの所持本数が60本から44本に減ったんですよね。で、今のトリックスターには何が起きてるかっていうと、ナイフの所持本数は44本のままなのに、1ダメージに必要な本数だけが8本に戻ったんですよね。なのでナイフにこだわろうとするとすぐにナイフがつきます。さらに大量のナイフを投げることという運営の言っていたコンセプトは一体どこに行ってしまったんでしょうか。しかもナイフを当ててない時間が10秒続くと裂傷ゲージの低下が始まって、頑張って当てたナイフはなかったことになるので、射線を切れるようなポジションに逃げ込まれると結局 4.6 で殴りに行くしかありません。って考えると、実質現状のトリックスターにおいてナイフが有効な場所って、よっぽど開けたポジションとか背の低いイタグルとか、そういうところに限定されてしまうんですよね。じゃあ開けたところは強いじゃんとなるわけなんですけど、このトリックスターとかユキラーは心音範囲よりもさらに広い 40m の範囲に聞こえる固有の BGM がありますよね。なんで移動速度が 4.6 になっていようが、サバイバーに接近する頃には予備動作を取られてしまっていて、チェイスポジションに入り込まれてるんですね。なので開けたところでチェイスを開始するっていうのは現実的には結構難しいですね。2つ目はキャンプ性能についての話です。トリックスターっていうのは従来キャンプが強いキラーと言われてました。救助に来た人にナイフを当て続けて救助事故を起こすのが強いとされていました、まあ、しかしですね、その強かったキャンプというのもアンチフェイスキャンプシステムによって制限されまして、思い出のナイフを装備しても毎秒 3.3 本しかナイフを投げることができないので、ナイフを全弾当てることができたとしても1ダメージ与えるのには 8÷3.3 でだいたい約 2.4 秒かかります。救助モーション自体は1秒ちょいで完了するので、ほぼ確実に事故ることなく救助が通ってしまいます。ここまで火力のないキラーでキャンプ性能まで奪われるとなると、試合の序盤でこけた場合、後から挽回するのはほぼ無理です。そして3つ目のお話はメインイベントという名のプチイベントです。多くの方がもう忘れているかもしれませんが、トリックスターにはメインイベントという能力があります。従来はナイフを30本当てることでチャージされて、メインイベント中はナイフの所持本数を減らすことなく通常の 1.33 倍の速度でナイフを投げることができます。今はこの発動に必要な本数が緩和されて8本になったんですけども、先月行われた PTB 時点ではもっと緩和されていて6本でした。1ダメージに必要な本数が8本になった今、メインイベント発動に必要な本数がこの6本か8本かという違いはかなり大きくて、6本の場合はまだ1ダメージ入っていない状態でメインイベントが使えるようになるわけなので、とりあえず6本だけ当てて、そこからメインイベントで負傷ブースト中もゴリ押すみたいなプレイングができたんですけど、8本必要ってなると確実に負傷ブーストで距離を取られてから、はい、じゃあメインイベント使えますっていう風になるので、負傷ブーストがあれば多くの場合安全なポジションに逃げ込めてしまいますよね。なので現実にはそのままメインイベントが腐ることがほとんどです。
メインイベントのおかげでダウン取れたわ、助かったみたいなシーンはマジでありません。大事なことなんで2回言いますけど、マジでそんなシーンはないです。にもかかわらずですね、今のトリックスターのアドオンっていうのはメインイベントを延長するだとか、メインイベント絡みのアドオンっていうのがやたら多くなっていて、冗談抜きでコモンとアンコモンのアドオンが一番優秀な状態になってます。正直こんな能力にメインとかいう大げさな名前をつけないでほしいですね。今はメインイベント中のナイフ投げの速度が本来よりも遅くなるっていう不具合があるので、メインイベントの本来の力は引き出せてないっていうのは事実なんですけど、本来の速さになったとて使う場面が全然ないかなと思います。鬼の能力みたいにメインイベントがずっと保持したままにできれば、それだけでもだいぶ評価変わってくるんですけど、なんでワンパンできる鬼は許されて5秒しかメインイベントが持続しないトリックスターが許されないのかっていうのはちょっとよくわかんないです。で最後4つ目はアドオンの偏りについての話です。先ほども触れましたが、コモンとアンコモンアドオンが一番優秀な状態っていう話をしましたよね。で公開対戦潜った11試合というのは全てコモンの思い出のナイフとアンコモンの檻の心のシューズをつけてやったんですけども、現状のトリックスターの能力だとアドオンの片っぽは思い出のナイフほぼ固定ですね。毎秒3本しか投げられないと、思い出のナイフをつけている時と比べてナイフ投げの威力が格段に下がるんで、今トリックスターを使っているほとんどの方っていうのはアドオンの片っぽを思い出のナイフにしてると思うんですけど、でもこれって運営が一番嫌ってるアドオンの偏りっていうやつじゃないですか。でトリックスター使いのアドオンの使用率が思い出のナイフに偏りすぎると、この使用率が高すぎるのでナーフしますっていう未来まで確実に見えるので、だったら最初から思い出のナイフの能力をデフォルトの能力として組み込んだ上で、思い出のナイフの効果はまた別の効果に変えるっていう風な対応をしていただきたかったかなと僕は個人的に思ってます。さてここまでトリスタの不満点についてうだうだ話してきましたが、今話してきた弱い点とかよりももっと致命的な欠点がこのキラーにはありまして、それはプレイしていて面白くないということです。そのキラーが強いか弱いかっていうのももちろん大事ですけど、プレイしていて面白いか面白くないかっていうのはゲームのモチベーションとしてかなり重要な要素だと思ってます。 X とか他の配信のコメントとかでいろんな方の意見を見たんですけど、今のトリックスターが楽しい、最高だ、リワークしてくれてありがとうっていう意見は一人も見たことがないです。投擲キラーなのにナイフを投げるシーンが減ってしまったこと、肝心のナイフ投げの場面でさえも発射レートが低くて爽快感がないこと、メインイベントが実質使い物にならないこと、これらに伴ってキャンプ性能も失われたこと、こういった要素がトリスタの面白さを奪っているっていうのは間違いないです。 4.4 族から 4.6 族になったことは間違いなく大きな成長ですが、その代償が大きすぎるかなと感じました。個人的にはぶっ壊れていたウルレアの自動補充アドオン以外は先月の PTB のままの状態で出しても良かったんじゃないかなと思ってます。来年もいろいろなキラーの調整予定がすでに発表されていて、中には僕のメインキラーの一人であるツインズも控えています。でもやっぱりこのトリスタの解約ぶりを見るとますます不安になりますね。皆さんのトリックスターに対する感想などもぜひコメント欄で教えてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ベルモ DVD 解説。